強く思っておりまして、ちょっとステージ上には上がれないとね、ひこまる言って、はい、ありがとうございます。よかったら皆さん前にお集まりいただけると嬉しいです。お願いします。それでは皆さん、まずは元気よく挨拶から参りましょう。こんにちは。ありがとうございます。私たちはひごまる隊です。よろしくお願いします。ありがとうございます。本日は第3回上熊本園地域福祉祭りご開催おめでとうございます。そしてこのようなですね、素敵なステージにお招きいただきまして、本当ありがとうございます。早速ですが、皆さん、ひごまるのことご存知でしたか？知っていましたという方、手を挙げてください。お、結構いらっしゃいますね。嬉しいね、ひごまるね。でもやっぱり知らない方いらっしゃると思いますので、まずは簡単な自己紹介をいたします。ひごまる、熊本市のイメージキャラクターであり、熊本城の妖精なんです。まあでもちょっと妖精って言ったらもっと大きくて、あ、大きいんじゃないね、小さくて可愛らしいのを妖精って言うんじゃないかなって皆さん思われたと思うんですが、ひごまる熊本城の妖精です。皆さん、熊本城へは行かれたことありますか？行ったことあるっていう方、お、ありがとうございます。熊本城、日本三名城の一つに数えられている素晴らしいお城なんです。なんとですね、世界最大の口コミサイトトリップアドバイザーの行ってよかった日本の城ランキングで2013年、2014年、2015年と3年連続1位に輝いております。ありがとうございます。そして今年は高評価の口コミを得ている施設だけが獲得できる名誉ある賞、エクセレンス認証2015年もダブルで受賞しました。お、拍手いただいていいですか？ありがとうございます。はい、そんな熊本城は定食をさんと呼ばれ親しまれていた築城の名手佐藤清正公によって築かれたお城です。まあ、お城の醍醐味といえば、なんといっても高く積まれた石垣。熊本城の石垣は他のお城とは一味違った魅力を放っているんです。それは何かと申しますと、下の方はなだらかに、上に行けば行くほど角度が急になっている、人呼んで扇の勾配。どんな屈強な武者でも最後まで登りきることができずにひっくり返されてしまうことから、武者返しとも呼ばれているんですが、ひごまるでいうこの辺りがその武者返しの部分。そしてですね、ひごまる、体全体を使って表現する武者返しのポーズも大変得意としておりますので、皆さん、これから披露してもよろしいですか？いいですか？